どうも、LBO の山下です。チャオ、こんにちは、レッドストーンボヤ、開始です。よろしくお願いします。お願いします。なんか突然と今日店に来られまして、マジでびっくりしました。すみません。しかも扉引くと押すと間違えてさっき壊しに来た方がいいじゃん。マジか。壊す気でしたけど。やめてください。ライバルというのやめてください。ライバルと見てくれて嬉しいですけど。でさっきの動画で、はい、まあ先に赤石さんの方で上がってまして、でまあ仮に、まあ、名前はエルビオチュースって言ってるんですけど、うん、要は家庭用マシンでムラッシュを加えてエスプレッソはどうなるんかっていう話でしたね。はい。でまあ美味しいって言っていただけたんで。まあ、それはあれほんまみんな一回やってみてください。マジでうまかった。よかったです。はい。でそれをじゃあ次ラテアートにしましょうってことで。そうですね。でまあラテのその味と、まあ、それがやりやすいかどうかっていうことですね。を見ていきます。で豆はうちの LBO ブレンドなんでちょっと使い勝手がちゃうと思いますけど、はいはい、まあまあラテアートは崩れたらみんなで笑いましょう。勝負でしょ。勝負でしょ。しないでしょ。求めない求めない視聴者。勝負やから。でもまあ味の違いがちょっと出たらあれなんで、はい、同じ柄同じ柄でチューリップとか。チューリップがいいですか。ウィングチューリップ。いや何でもいいですよ。もうじゃあウィングチューリップでウィングチューリップでまあ上二つ。オッケーオッケーオッケー。はまあこの上二つアレンジ OK でしょ。おぉ、上二つアレンジ OK。 いや、まあ、なしにしましょうか。俺、デビューしてもう何もないじゃあ、ウィングで上は二つ。あ、OK です、OK です。まあ、まあ、要はハート二つ以上何か好きなことしてるよっていう。わかりました。やりましょう。わかりました。はい、一発勝負ですね。一発勝負です。味も気になるんで、やっぱり。まあ、そうです、ね、どっちかというと味メインですけど。味はいいです。僕はでも勝負かなと。あ、マジか。急に言うからね。俺まだ朝来てだって入れてないけど、まあ、それはお互いか。まあ、やっていきましょう。お願いします。で、まあ、一応先ほど言いましたが、豆はLBOブレンドを使ってボトムレスフィルターを使っていきます、はい。で、まあ、ボトムレスフィルターを使うと、まあ、要は、まあ、味と香りがよう出るよということでこれを使っていきます、うん。まあ、グラムも 16g 入るんでより味はしっかりしていきますので、はい。まあ、赤井さんも経験で使っているようです。そうですね。はい、はい、はい、こんな感じしていきます。お願いします。うちはグダグダ。だから僕だからこっちの。はい。でまあ立ち位置が変わりまして、赤井さんの方が LBO チュースですね。めっちゃ気合入ってるじゃないですか。いや、もう勝ちたいんで。じゃあちょっと違う。違うか。いけてるいけてる。でまあチュース先のスチームでいきます。はい、はい、それでいきますんで、まあ、いつも自分の方のチャンネルでしたら出陣が先なんですけど、今回はまあ赤石さんに合わせてあげようと思います。それではいきます。はい、お願いします。お願いします。体出しした方がいいです。体出しした方がいいです。ああ、はじめちょっと沸騰するやつがあるんで、つけて、にじんできたら閉める。そう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 。はい、閉める。あ、はい。早い。早かった。いや、それ大丈夫、それ大丈夫。わあ、すごい、すごい。綺麗。超綺麗。まあ、見た目はやっぱあんま変わらんすよ。そうっすね。めっちゃ変わるわけでもないっすね。そうそうそう。クリームもすごい熱いわけでもなく、うん、まあいい、うん、でもやっぱりあれですね、ボトムレスのさっきのやつより全然しっかりクリームは出ますね、うん、全然違います。だからまあ粉量が違うんで、ね、あ、16g 16入るんで 2g 結構でかいですね。確かに業務用さらにその上の18なんで、うん、まあね、じゃあいただきます。あ、マジですか。そこは大事に置いた方がいいですよ。まさかぶっこみが来ると思わない。じゃあこっちやろ。どうした俺こっちの。もう、もう、あ、こっちも入る。ちょっとそっちも入る。じゃあ、いっちゃっていいですか。はい、いっちゃってください。あ、強っ。あれなんかちゃうな。うちの結構じゃあ弱いっすね。もう弱ってますから、ね、あー、かもしれんすね。じゃあお先、はい、行ってきます。いってらっしゃいす。弱いですよね。
そうですね、ちょっと弱いですね。でもヒーターはへたるもんなんですよ、やっぱり。やっぱ何回もやるとそこに石灰が溜まるじゃないですか。そうそう、そうするとやっぱ反応が良くなる、悪くなると言いますか。あとは熱が上がりにくくなってくるんで。この前石灰入れて、石灰の除去のやつを掃除したんですよ、はい、その後結構顔上がりましたからね。いやそうそう、もう全然変わるんで。やばい、使い勝手が全然違う。勝つぞ。やばいぞ、味メインやけど勝つぞ。わあ、綺麗なできるわ。すみません。ツヤツヤでございます。ツヤツヤでした。お先失礼します、はい。言っていい、見て。余裕で負けてる。使い勝手やっぱ違う。余裕で負けてる。めっちゃ綺麗。4入れたんですね。4入れました。4入れ、OK やったんですね。そう、まあまあ、あ、もうパッと入れ。いやでも全然やっぱりうまいわ、山下さんうまいわ。どうすか、ラテアート。なんか流れにくいとかありました？いや、そこまで感じはなかったですかね。めっちゃ流れにくいってもなかったですけど、若干にじむかなっていうイメージはありましたかね。それはちょっとなんかこの辺もっといつもくっきり入る、はい、ポイントなんですけど、にじんだかなっていう。だからどっちかって言ったら僕結構止めてやらない派なんですよ。あ、止めて、山下さんみたいに止めてやったら多分そんなに変わりは出ないんかなっていうのは感じましたかね。これね、これね、ちょっとだけ理由があるんですよ、はい、俺も考えたことがありまして、蒸らしをすると何がどうなるかっていうと、要は酸味部分が増減するんですよね、うん、はい。だから蒸らしを多い方が酸味がきれいに尖り出すんですよ、はいはい。ですけどラテアートって酸味が強すぎるとなぜか牛乳が、俺はこれ科学的に分からないんですけど、牛乳は分離する方向に行くんですよ。確かにそれは。そうなんですよ。だから朝入りのエスプレッソでラテアートって激ムズなんですよ。ムズいです。そうで、多分その現象を食らったんですよ。僕の中のイメージではなく、水分が多く感じになったらにじむイメージがあるんですよ。あ、そう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 、それが若干出てるかなってなるんですけど、まあでも慣れたら全然かけるかなっていうのは思いましたね。ただこれボトムレスでやったんで、純正でやるとまた変わっちゃう気もしました。まあまあ条件全然違うんでね。まあまあまあ、でもアートは負けた。もう絶対負けた。これはこれで1勝1敗か、一応。そうっすね、負けたらなあかんか。いや、今年もう一回殴り込みに行こう。やってますよ。ちゃうちゃうちゃう、味味味。いっちゃんないじゃん、味。僕、はい、でいいですか。はい、どうぞ。じゃあちょっとさっき普通のやつから、はい、ダメじゃない、ちょっとこっち側から飲んでもらう。はい、いただきます。あー、まろやか、美味しいです。美味しい。こっちいただきます。あ、全うまい。思わず、あの、マジで角がない。ミルクの甘みがめっちゃ入ってくる。全然違うっすね。そうそう、要は牛乳自体の甘みもいつも言ってますけど、酸味が引っ張るんですよ。うん、で普通のジュースはどうしても苦味も結構強なるんで、やっぱ甘みが弱まるんですよ、はい、普通のジュースで。LB を中心にすると酸味が出てくれるん で牛乳の甘みを引っ張るっていうのがありますね。いや、めっちゃ飲みやすいですよ、ね。良かったです。あの、まあ、女性が好きな味の、あ、ミルク感が強いラテっていうイメージですね。やっぱりこの抽出方法はあのやった方がいいと思います。ぜひぜひ。まあ、まあ、壊さんようにね、あの空抽出やりすぎは壊れるんで、うん、何度も言いますけど自己責任でそこはお願いします。何かあったらもう山下さんに言ったらいい。
まあ一応困ってる。嘘嘘ですよ。嘘っすよ。まあ一応公式 LINE があるんで、うち公式 LINE が何でも質問してください。あのどんどん答えていきますんで、はい、次はじゃあもう一回勝負しましょう。何かで、そうですね、その時はちゃんと。いやこれは負けやわ。これはもう誰が見ても負け。もうこれ認めます。うまいっす、普通にうまいっす。練習しとこう。まあでも今年なんか一緒にどっか大会とかもし出れたら面白いですよね。大会ですか、うん、やっぱコロナ終わってそろそろじゃないですか。結構まあいろんな大会あるんで、まあお互い忙しいんであれですけど、大会開いたりなんか YouTube の中で大会開いたりします。ああ、なんか面白いですね、そういうのも。あ、ほんまっすね、うちもなんか出しますね。はい、そういうのもありかもしれないですね。いいっすね、っていうのが今出ました。お楽しみに。スティローザ大会みたいなのも面白い。ああ、いいっすね、各自スティローザ持って。それ面白そうっすね。ああ、いいっすね、なんか考えましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、第三者の方にいただきます、はい、うちのカメラマン日和がどう違うか。どうでしょう。あ、でも全然美味しいですね。あ、まあ、こっちは普通の方ですね。はい、こっちも飲んでる。 LBO チュース、はい、全然違う。全然違うわ。あ、まあ、ほんまに違うよな。はい、え、なに、飲みやすさもそうですし、はい、コーヒー、美味しいよな。美味しい。コーヒーのアフターテイストがグッと何抜けるような感じじゃなくて、うん、いや俺らにいいコメントすんだよ。俺らやばいやん。マジかよ。美味しい。美味しい、よかったし。美味しいしか言ってないもんね。